ね、今回は竹中半兵衛使うんですけど、これコメントで結構言われてたのが、この超究極バランギミック完全噛み合ってますよって言われてたんですよね。確かにその性能こんな感じなんですけど、重力あるしウィンドも対応してるし、であとボスがドラゴンなんですよね。まああとリードラーもそうだけど、だからその結構噛み合ってるんですよ性能が。だからそのギミックすごい噛み合ってるんですよね。はい、そんなわけでホライで使いますで源流キラー持ってるから、そのここもちゃんとリドラいるしプヨもいるし、まあ実質バランみたいなところあるんですよね。なんでここでやっていこうかな。これをで友情にもキラーエル乗るんで、どうなんだろう、ほいほい、こんな感じなんですよね。そしたらまあとりあえず一面ダメオだから、これはこう避けて、はい、でこう挟まる、しかまる、ナルトコラボで、これを右上入って削っていきます。いやどうしよう、ていうかこれ多属性木以外だったら何でも良かったんですよ。そしたら多分バランいけるポテンシャルはおそらくあったんですよね。多分めちゃくちゃ厳選して多分得得る12個つけて耐久とかもろもろ全部上げたりとかしたら、おそらくいけるポテンシャルあったと思うんだけどな、キラーエルだしっていうので、まあ、ちょっとドンマイなところあるね。もしこれ、まあ、水属性だったら、すげえありがたがれたやろうね。これを、だから、友情で削っていく。はい。これを友情で削って、プヨを倒して、人殴りで、リヴァイさん処理できるね、さすがに。で、二面展開。いや、で、どうしようこれ。そしたら、まあ、とりあえず、ここ挟まる、しかまる。はい。ここでしょ？でも、今回のコラボ、大の大冒険コラボだったじゃないですか。そうすると、あれ次どうするんだろうね。次周年。今のとこ新規コラボの流れずっと続いてるけど、この流れをいつ壊すのか。まあ、9月かだったか8月ぐらいにコラボ来たはずなんで、去年だと。だからそこがちょっとお楽しみなところね。でそしたらこれを、はい。ここぐるっと回って、パワー型だけどいけるかな？あ、いけねえ。で、これ、SS8 ターンだからか知らないけど、今回ダッシュとか何にも持ってないんですよね。だから、そういう意味でちょっとしんどいとこあるかもしれない。そしたらこれはここに置いといて削る。はい、はい。で、超絶爆発だっけ。そうね、超絶爆発。だから、まあ、その辺でも結構強いんじゃないかな。で、キラーが乗るし、はい、はい、はい。でも両方無属性なのも、いや、これどうなんだろうね。まあ、バランに使おうと思ったら、やっぱ貴属性の友情じゃない方がいいと思うんですけど、はい。いいと思うんですけど、まあ、ちょっと、両方貴属性じゃないのは、また困りもん。っていうか、これどこで使えばいいんだろうね、正直。いや、これほんと今後どこで使っていけばいいんだろう。ホーラー以外でどっかあります？そしたらこれは、僕言って、まあ、そういえば皆さんオリンピックしてます？はい。いや最近は、空いた時間はできるだけオリンピック見るようにしてるね。スポーツ観戦というのはあまりしないんですけど、まあ、やっぱオリンピックということで、まあ、ちょっとオリンピックだからオリンピックしようかな、みたいな。ちょっとそんなとこありますね。で、やっぱ、昨日見てたのは、あれ？卓球さん？卓球さん見てたんですけど、いや、あれすごかったね。まあ、何がすごいかって言われると、卓球はあんまり詳しくないから、なんかすごいな、しか言えないんですけど、すごかったですね。そしたらこれ、はい。あと、スケボーも面白かったね。あれは、何気なくやってたから見たのが初めだったんですけど、思った以上に面白かった。なんか、ちょっとこれ、あれ、はい。なんか見てて思ったら、例えば水泳とかあるじゃないですか。ただ、あとテニスとか、そういうバドミントンとか、いろいろあるけど、私その辺、詳しくないんです。だから見る人が見たら、あ、ここでこの人こんなすごいテク使ってるとか、こんなことできんのすげえみたいな。分かってるスポーツ見るとそういう細かいところに気づけると思うんですけど、私わかんないで、テニスとかその辺全然わかんないから、球返してるということしかわかんないです。だから、ちょっと見てて、なかなかわかんないところがあるんですよね。だから、で、スケボーは、まあ、正直スケボーも全然わかんないんですけど、ただスケボーはなんとなくわかるじゃないですか。うわ、この手すりの上乗ってすげえみたいな。これ、はい。なんで、これ SS でプヨを倒す。はい。とか、あとなんかやっぱり結構ミスも、やっぱオリンピックに出る方でも、ミスしちゃうこと結構あったんですよ。だから、やっぱそんなすごい技してんだみたいな。よくここでこけても怪我しないなみたいな。多分あんな技、一般の人、そんなパイプの上にスケボーを乗せるみたいなことしたら、多分、一般の人だと、怪我するだろうね。だからそんだけして怪我しないのすごいなみたいな。まあ、ちょっとあれだけど。で、これを、そしたら削って、
いやでもあれ見て子供がスケボーしたいみたいなことを言い出したら親はめちゃくちゃ大変だろうね。絶対怪我しそう。もうこけ、一回こけたら、下手なこけ方したら骨折とかしそうだもんね。はい。で、そしたらこれで削っていく。あとトレンドにもかなり載ってたね。なんか鬼やばいとか、あとゴン受けとか、そんなの。で、これでいく。でも適当にやってるけど、ほら、これでもアイテムなしでいけるもんね。もう全然余裕ですわ。だからこのもう大の初心者から入ってきた人も、まあ、これ参考にして、ほら、勝てました、みたいな。でも多分いるだろうね。で、バランで使います、みたいな。いや、でも友情で倒しきれないのか。でそしたら、これを人、で、これ一筆書きできるのも結構ありがたいね。普通のキャラだと、これ、ループヒットとかして何回か殴らないとダメなのが、これだとすごい、官兵衛だとすごい楽にやつみたいな。これは SS 置いといて、で、SS の確か攻撃力吸収って、記憶違いじゃなければ敵が多い方が役に立つんですよね。その、敵の触れた敵の攻撃力を吸収して自分の攻撃力を底上げするみたいな感じの仕様じゃなかったっけ？だから、敵が多ければそのたくさん敵触れて自分の攻撃力が一時的になんか 1.5 倍とか2倍とか、まあ、敵の数によって上がったりするから、まあ、そういう意味で結構強いかなって思うんですよね。で、こうでしょ？で、耐える。で、パワー型だから HP 多いのもありがたいかもね。これで削って、はい。で、卓球はね、ちょっとわかるんですよ。温泉で卓球したことあるんで。だから、あ、すげえサーブ打ってるみたいな。それ、その速さで返せるのすげえみたいな。そういうこともちょっとわかるね。そしたらこれを、こう打って、はい。ワンパンできんのかな？あ、ワンパンは無理か、さすがに。あ、でも友情と合わせたら、雑魚が全部消える。いや、これは結構いいかもしんないね。はい。で、これで削って倒す。いや、でもアイテムなし放来も簡単になっちゃったな。で、これで削っていって、そしたらこれはここに置いといて、はい。でもこれでどれぐらい攻撃力上がってるのかよくわかんないよね。4P はまだ動い、パワーアップどんだけ継続するんだろうね。ここで SS 打って削ったりすると、次開幕 SS 打ってないの結構まずいんで、ちょっとこれ薄くいって削っていきます。はい。みんな下に下げます。で、2P 開幕で打つような動きしようかな。で、これで削るでしょ。そしたら、お、ゆっくり。はい。でも、これ、多分、キラー乗らないと話にならない気がするな。で、はい。で、ここで多分倒せるでしょ。はい。さすがパワー型。いや、でも、今回の大の大冒険コラボ始まった時、あれだったね。なんかその、いや、大知らねえよ、みたいな感じだったけど、その、何？はぐれメタルとか、そういう系の、その、コラボのイベントみたいので、すごい、なんか盛り上がった印象ある。で、これはい、これはい、これはい、で、削っていく。で、吸収する。っていうか、これって吸収した敵をまた吸収したらどうなんだろう。まあ、いっか。これで削っていくでしょ？横間で下がっていって、で、削っていく。どうなの？これも、あ、でもバハムートはキラーのないから、さすがに無理かな。はい。はい。あ、でも、吸収できそうね。いやー、ダメだ、全然。あ、強そう。いや、さすが、これぞ、パワー型の真骨頂ね。そしたら、とりあえず、ループヒットで、あ、ループヒットで、ね、1段階目か。まあ、どうせ次回ってこないでしょ、多分。回ってくるかな、まあ、とりあえず、これは。はい。で、これで多分倒して、OK。あ、でも、友情で、あれ、倒せてる。すげえ。で、これで削るでしょ。で、ブラウニーで、一旦、これは、回復して、ブラウニー行くでしょ？2P がそこだから、いや、こっち行こうかな。はい。で、ブラウニーしときます。これで、火ダメ削れるんですよね。だから、これだけほら、ダメージ違うから、ね、ちょっと違うでしょ。そしたら、あとは、いやー、これどうしよう。で、これ、こう挟まるでしょ？鹿丸するでしょ？はい、ナルトコラボ。いや、周年はナルトコラボ、いや、でもナルトコラボ来てほしいと思ってても、どこにも来てないもんね。はい。でも、周年どうするんだろうね。何してくるんだろう。大の大冒険は多分誰も想定してなかったんで、その辺考慮すると、何するんだろう、ほんと。でも、一応大の大冒険も新規で、あ、ドラゴンクエストさんとするのね、みたいなところあったけど、ごきげんよう。